山中信介は、日本の元プロボクサー。滋賀県湖南市出身。第65代日本バンタム級王者。元 WBC 世界バンタム級王者。南京都高校、専修大学小学部卒業。定見ボクシングジム所属。マネジメントは株式会社コモンズに所属。小中学校時代は野球をしていたが、 辰吉ヨ一郎がシリモンコが尻門根をこで下して、WBC 世界バンタム級王座を奪還した試合を見て、辰吉に憧れ、南京都高校入学後にボクシングを始める。高校時代には、同学年だった、リ・キヨシリと公式戦での対戦経験のほか2000年と、山国体では、決勝で当時、奈良市の高1年生の青龍巻を、 下しての少年バンタム級での優勝経験がある。他にインターハイ2位の経歴も持っている。当初はオーソドックスであったが、顧問の指導により、サウスポーになった。先週大学進学後は、ボクシング部の首相を務めた。自身は、大学卒業と同時にグローブを吊るすつもりでいたが、大学4年生時の国体で不本意な成績に終わった、ことから、プロ入りを決意。 青が所属する、定見ボクシングジムへ入門する。2006年1月7日、東京都文京区の高楽園ホールでの高橋、ひ志戦で、プロデビュー。デビュー戦は6回判定勝ち。しかし2戦目では引き分けその後苦戦しながらも勝ち進んでいく。2010年6月20日、大阪府大阪市住吉区の住吉区民センターで、 日本バンタム級王者の安田美希夫と対戦し、7回50秒、TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。2011年3月5日、岩佐良介と対戦し、10回 TKO 勝ちを収め、日本王座の初防衛に成功した。2011年11月6日、17戦目で、世界初挑戦。東京都渋谷区の国立用予備競技場、 第2位体育館で元 WBC 世界バンタム級シルバー王者で WBC 世界バンタム級2位のクリスチャン・エスキュベルと WBC 世界バンタム級王座決定戦を争う。この試合は当初すでに指名挑戦者決定戦が行われエスキュベルが指名挑戦者であったが再度同級時期挑戦者決定戦として開催される予定だった。 しかし WBC の規定では、指名試合ではなく、選択試合で新王者となった者は、前王者の指名期限を継承すると定められており、同級王者のノニとドネアが、王座獲得後、9ヶ月経過しても指名試合を行っていないという理由で、三中の試合が行われる前に、王者を剥奪され、試合2日前になって、急遽、王座決定戦に変更となった。 そして試合は、中盤に、両者ダウンを奪い合う、一進一退の攻防から主導権を奪うと、第11ラウンドに猛攻を仕掛け、1分28秒、TKO 勝ち。無敗のまま世界王座獲得に成功した。この試合では、ジムの先輩で、リング下により死去した、辻マッての名前を刺ししたトランクスで挑んだ。また、 日本国内のボクシング事務所属の男子現役世界王者は日本ボクシング史上最多の8人になった。決定戦で新王者となった山中は WBC 規定により WBC 世界バンタム級シルバー王者で WBC 世界バンタム級1位で IBF 世界バンタム級王者でもあるアブネルマレスとの対戦義務を負うため、 WBCIBF 王座統一戦の可能性を、ホンダ・アキヒコ事務会長が示唆したが、マレスがスーパーバンタム級に転向したため対戦は実現しなかった。2012年4月6日、東京国際フォーラムで元世界2階級制覇王者で、WBC 世界バンタム級4位のビッグダルチニアンと対戦し、5回に、 左のクロスカウンターで右目上をカットさせ、10回に右でぐらつかせるなど、インファイトで挑んでくるダルチニアンをアウトボクシングで翻弄し、9まで伸びていた、連続個こそ止まったものの、12回3から0の判定勝ちを収め、初防衛に成功した。2012年11月3日、宮城県仙台市のゼビオアリーナ仙台で、元 WBC 世界。 スーパーフライ級王者で WBC 世界バンタム級7位のトマス・ロハスと対戦し強烈な左ストレートが決まりロハスが頭から落ちるダウンを奪いロハスは失神。7回36秒小勝ちを収め2度目の防衛に成功した。2013年4月8日東京両国国技館で元 WBC 世界フライ級王者で WBC 世界バンタム級1位のマルコムスニャカオと対戦し、3度のダウンを奪い12回1分57秒、TKO 勝ちを収め、3度目の防衛に成功した。2013年8月12日、東京、大田区総合体育館 WBO、ラテンアメリカバンタム級王者で、WBC 世界バンタム級7位のホセニエベスと対戦。 山中の左ストレートがニエベスの顔面に炸裂し、ダウンを奪い、そのまま試合終了。1回2分40秒小勝ちを収め、4度目の防衛に成功した。2013年11月10日、両国国技館で、WBC インターナショナルバンタム級、シルバー王者で、WBC 世界バンタム級8位のアルベルト・ゲバラと対戦。なお、この試合は、 前線から約3ヶ月後に行われたが、山中に残ったダメージが警備であったために、行うことができた。8回に、左ストレートでダウンを奪うと、レインダーを入れて、この回2度目のダウンを与え、さらに9回もダウンを奪い9回25秒小勝ちを収め、5度目の防衛に成功した。2013年12月19日、ワウワウエキサイトマッチの収録にて、 WBC 世界スーパーバンタム級王者のレオサンタクルスとの対戦を希望していると発言。ボクシングファンにラスベガスでのビッグマッチを期待されている。2014年4月23日、大阪府大阪市中央区の大阪城ホールで、元エブ欧州バンタム級王者で、WBC 世界バンタム級3位のシュテファーヌジャモへと対戦。2回に一度、 8回に2度のダウンを奪い、さらに9回の序盤にもダウンを奪った末レフェリーが、試合をストップ。9回11秒 TKO 勝ちを収め、6度目の防衛に成功した。2014年10月22日、国立代々木第二体育館で、元 WBC 世界、スーパーフライ級王者で、WBC 世界バンタム級1位のスリアンソウ、ルンビサイと対戦し、 7回にこの試合最初のダウンを奪い、8回にも右アッパーから左ストレートのコンビネーションを叩き込み、この試合2度目のダウンを奪い、9回にも左ボディでこの試合3度目のダウンを奪う。レフェリーのロングカウントの影響もあり以勝利は5でストップしたものの、12回3から0の判定勝ちを収め、7度目の防衛に成功した。11月15日。 スリアン戦での勝利が評価され、山中は WBC の2014年11月度の月間優秀選手に選出された。2015年4月16日、大阪府立体育会館で WBC ラテンアメリカバンタム級暫定王者で WBC 世界バンタム級7位のディエゴ・サンティリアンと対戦。右ジャブを有効に使い序盤から的確にパンチをまとめ、 6回に左ストレートでダウンを奪い、7回のダウンでサンティリアンは立ち上がることができず7回36秒小勝ちを収め、8度目の防衛に成功した。2015年9月22日、大田区総合体育館で元 WBA 世界バンタム級スーパー王者で WBC 世界バンタム級2位のアンセルモモレノと対戦し、 右ジャブの差し合いとなる展開が続く中、中盤以降は距離が縮まったこともあり、お互いのパンチが当たり出す。9回には右フックでぐらつく、10回に左ストレートでぐらつかせるなど一死に一体の攻防で12回を戦い抜き、12回2から1の判定勝ちを収め、9度目の防衛に成功した。2016年3月4日、京都府の島津アリーナ京都で、 元 WBA 世界スーパーフライ級王者で WBC 世界バンタム級三位のリボリオソリスと対戦し2回に右フックでダウンを奪うが3回に2度のダウンを奪われあわやストップ寸前まで追い詰められる波乱の展開になったしかし9回にスリップ気味のダウンを奪い返しソリスに練習された3回と4回の失点に止め12回3から0の 判定勝ちを収め、10度目の防衛に成功した。3月8日、山中は、WBC の2016年2月度の、月間 MVP に選出された。2016年9月16日、大阪府立体育会館で、元 WBA 世界バンタム級、スーパー王者で、WBC 世界バンタム級1位のアンセル・モモレノと11、ヶ月ぶりに再戦し、 7回1分9秒、TKO 勝ちを収め、11度目の防衛に成功、リングマガジン同士認定王座獲得にも成功した。2017年3月2日、両国国技館で行われた、ワールドプレミアムボクシング25で WBC、世界バンタム級9位で、ナブフ、北米バンタム級王者のカルロス・カールソンと対戦。序盤より、 幾度となくダウンを奪うなど有利な展開で試合を進め、7回57秒で TKO 勝ちを収め、12度目の防衛に成功した。2017年8月15日、島津アリーナ京都で WBC 世界バンタム級1位のルイス・ネリと対戦し、プロ初黒星となる4回2分29秒、TKO 負けを喫し、13度目の防衛に失敗。 1980年10月12日に、具志圏陽光が打ち立てた、日本人男子ボクサーとして、最多となる13連続世界王座防衛記録に、あと一歩届かず5年9ヶ月保持していた王座から、陥落した。2017年8月23日、WBC が、和田から山中戦に先立って行われた。 ドーピング検査で、ネリの検体からクレンブテロールに非常に酷似した、禁止薬物のジルパテロールに対する陽性反応が出たと通知を受けたことを公式サイト上で発表した。マウリシオスライマン WBC 会長は、B 検体の分析を通告し、メキシコでは、ジルパテロールを家畜を太らせるために使用するため、メキシコでは、多くのケースがある。 ネリがその肉を食べたこともあり得ると語った。2017年9月11日、WBC は最新ランキングを発表し、山中を WBC 世界バンタム級1位にランクインした。2017年9月26日、リングマガジンは、ネリの B 検体からもジルパテロールに対する要請、反応が出たと報道し、ネリから、 リングマガジン認定王座を剥奪して山中が同王座に復帰したことを発表した。この件に関し、JBC に WBC からの連絡は届かなかった。2017年10月4日、WBC は幕府で行われた年次総会内で WBC 世界バンタム級王者のルイス・ネリに対するドーピング問題の処分を下すとしていたが、年次総会内では、 処分を下せず調査を継続することを決定し、山中は WBC 世界バンタム級1位であると発表した。なお、JBC には WBC から、より慎重に対処する必要があるため練りに対する処分について発表しない、旨が伝えられた。2017年10月18日、芸能やスポーツの分野で育児に勤しむパパを、表彰する。 イクメン・オブ・ザ・イヤーを受賞。二児の父である山中は、今までボクシングでいろいろな賞をいただいているが、子供大好きな自分としては、この賞をいただけたことは本当に嬉しいと、喜びのコメントをした。また自身の身体について、まだ何も決まっていないというか、問題も発揮していないところがあると回答。ネリが、同年11月4日にティフアナで、 ノンタイトル戦を行うと発表したことについて、それは、びっくりしました。処分も出ていないのに、おかしな話ですねと困惑した。2017年10月31日、WBC は、コイにジルパテロールを摂取したという確証が得られず、汚染された食品により摂取した可能性があるとして、ネリに対する処分はせず、山中とネリに対し再選するよう指令を出した。 合わせて最終報告として WBC が進行するクリーンボクシングプログラムでネリに対するドーピング検査がワダにより2017年7月27日に行われ同年8月22日に A 検体からジルパテロールに対する陽性反応が出たとワダから通知を受けたことネリが分析を要求しなかったために B 検体は分析されなかったこと。ネリはこれまで CBP で4回受けたドーピング検査がすべて陰性反応で、ジルパテロール検出後に日本で受けた3回のドーピング検査もすべて陰性反応だったことなどが説明された。2017年11月1日、WBC からのネリとの再選試練を受け、山中は現役続行を宣言し、 ネリのドーピング検査失格については、詳しいことはわからないし、自分としては、再選という判断になったことが嬉しいと、WBC の決定を歓迎した。2018年3月1日、両国国技館で行われた、ワールドプレミアムボクシング27で WBC、世界バンタム級王者のルイスネリと、再選し、王座への帰り咲きを目指す予定だったが、 前日計量で、ネリが、バンタム級の規定体重である118ポンドを3ポンド体重超過の121ポンドを、計測し試合前に、王座剥奪となった。そのため試合はネリが勝つか引き分けで、王座は、空位となり、山中が勝てば、王座返り咲きとなる条件で行われ、山中が2回1分3秒 TKO 負けを喫した、ため王座は、空位となった。 2018年3月26日、ホテルグランドパレスで会見を開き、正式に引退を発表した。2018年4月25日、在住する中野区の区役所で、引退式が取り行われた。山中が評価されている点としては、ジャブ、左ストレート、パンチ力、フットワーク、駆け引きなどが挙げられる。ストレート系主体の中間距離タイプ、 世界トップクラスとしては、パンチのバリエーションは、非常に少ないが、ボクシングにおいて、最も基本のコンビネーションである、ワンツーを徹底して極め、回避不可の必殺技にまで昇華させている。本人曰く、ワンツーは20通りあるとのこと。ダウンのほとんどはこのワンツーの左ストレートで奪っているが、2016年初め頃から、右フックの強化にも力を入れ、 ソリス戦では、右フックのカウンターでダウンを奪っている。しかし逆にこの右フックにカウンターを合わされ、ダウンを奪われてしまっているなど課題が残っている。もともとオーソドックスであったもののサウスポーに変更した、事実から、コンバッテッドサウスポーと勘違いされることが多いが、山中はもともと左利きでありナチュラルなサウスポー。ありがとうございます。